お隣韓国さんが最低金利でお金を借りれたと喜んでいるようです。記事と韓国さんの反応、日本の反応を見てみましょう。ホン・ナムギ副首相兼企画財政部長官は10日、政府が14億5000万ドル規模の外国為替並行基金債券外返債を過去最低金利レベルで発行したことについて、韓国政府と国民のコロナ防疫および経済多様性化はもちろん、対外健全性をはじめとする韓国経済のファンダメンタルズに対する海外の評価を再確認することができて嬉しいと述べた。ホン副首相はこの日 Facebook に、今朝韓国経済に嬉しいニュースがある、外国為替並行基金債券の過去最低金利発行で韓国経済に対する海外投資家の信頼を再確認したと述べた。彼は特に5年ものユーロ債が非ヨーロッパ諸国のユーロ建て国債の中で初めてマイナス金利債券として発行されたとし、これは韓国政府が債券投資家たちに利子は全く支払わず、債券発行時に200万ユーロのプレミアムを含めた計7億200万ユーロをもらい、5年後満期時に7億ユーロだけ償還することになるということを意味すると紹介した。またドル建て10年ものの外返債も絶対金利 1.198% はもちろん、米国債金利に対する加算金利 50bp も過去最低レベルと強調した。同氏は外国為替並行基金債券発行を成功させたのはコロナ19拡散傾向によるグローバル経済の不確実性の中でも韓国経済に揺るぎない信頼を示した海外投資家が多かったためとし、当初の発行目標5億ドル5億ユーロの10倍近くの投資家注文規模がこれを反証していると述べた。同日大統領はホン副首相が機材部の報道資料を添付して載せた文を本人の Facebook アカウントにリンクした。ムン大統領は以前青瓦台で第8次非常経済会議を主催し、今日未明政府は14億5000万ドル規模のドルとユーロ建て外返債の発行に成功したとし、今回の調停金利さらにマイナス金利の外返債発行の成功は韓国経済に対する海外投資家たちの堅固な信頼を示すものと言及した。それでは韓国さんの反応です。久しぶりに嬉しいニュースです。みんなが一生懸命努力したおかげです。コロナで大変ですが、政府のおかげでうまくやっています。貿易はもちろん経済も安定的に運営してくださりありがとうございます。ホン・ナムギ副首相を悪者にする連中よ。これがどういう意味かわかるか。経済の司令塔がうまく指揮し、韓国経済の信用度がさらに良くなったという話だ。これは本当にすごいことだ。国民が飢え死にしているのに災害支援金を出したくないとダダをこねるな。早くその場を降りろ。こんなに仕事ができるホン・ナムギ副首相を悪魔化して大統領府を揺さぶる奴ら、恥を知れ。骨格、国力上昇ぐんぐん。ホン・ナムギ副首相、本当に愛国者です。これからも、ムン・ジェイン大統領様をよく補佐してください。私は経済がわからないが、財政が健全なら債券を発行しない方がいいと思うけど、企画財政部の官僚マフィアが毎日叫ぶプロパガンダが財政健全性だ。家計負債は日増しに増加して国民が苦しんでいるのに、実に呆れてしまう。歴代最強の安定ぶり。それでは日本の反応です。借金しちゃったの。4000億ドルも外貨準備あるけど、14億ドルの借金が嬉しくて SNS でホルホルしちゃったぜ。こりゃ相当やばいな。頼みの綱の半導体中国輸出を米国に抑え込まれて死にそう。という半導体だけで生きてる韓国。さらに孤立化は進むから、ドル借りても砂漠に水まいているがごとく蒸発するだけ。ムン政権は未来の政権に借金を丸投げして逃げることにしたのかな。この人たちなんで借金なのに怒ってんの。借金も財産だって考え。韓国では貸した方が頭を下げないと返さなくていいって自国ルールがある。
史上最高額の外貨の中身がジャンク債だって認めたようなもの。しかも借金で調達、政権交代した後なら返済も平気で踏み倒すんじゃないかな。この金額で足りるの到底足りない。失業手当も年金も底をつく。だから日本企業に韓国の老人の面倒を見させるつもりで徴用工訴訟の判決を下した。このことは韓日議連の会長が言っていた。なんで借金する必要があるのか、ホルホルばかりして疑問に思う韓国人が一人もいないのが怖いよ。いくつか疑問があるんだが、記事見た限りだと債券の発行であって売れたとは書いていない。こういうのって発行イコールもう引き受け手があるんでしょうか。2点目、利率の低さを強調しているが、外貨建て債券の場合は利率より為替の見込みの方が大事ではないか。3点目、10億ドル規模の債券なのだが、そうすると日本円で1000億円とか2000億円。韓国の年間予算って数十兆円レベル、外貨準備でも数千億ドル規模だった気がすると、赤字国債で十分で外国への借金改めてする必要なくね。外貨準備が流動性高く本当に潤沢だったならですが、パッと思いついたのがこれだけ。ニュースや記事って書かれていない部分が本質の場合が多いんですよね。さて、よくわかんないんだけど、韓国では借金できる人イコール偉いって価値観でもあるの？ということで、為替スワップの時も大喜びしていましたが、韓国さんっていつも借金ができたら大喜びしていますが、どうしてなんでしょうね。普通であれば目先は助かるかもしれないのでほっとすることはあるかもしれませんが、その後の返済のことなどを考えると、お金を借りることができても不安は残りますよね。それにしてもコメントにもありますが、5年後のユーロ債はマイナス金利債券として発行されたと言っていますが、買う人がいるんでしょうかね。買うメリットが何もないような気がするんですが、どうなんでしょうか。為替スワップの時はまだ韓国さんの反応で外貨準備高が過去最高だとか言っていたのにみたいなコメントがありましたが、今回に関してはそういったコメントがほとんどなく、なぜか大絶賛するコメントがほとんどでした。もし日本で同じことがあったとしたら、絶賛する人なんてまずいないと思いますし、借金できたと自慢する政治家も多分いませんよね。まあこの辺も含めて、やっぱり韓国さんとは価値観が全く違うんでしょうが、これって価値観の違いで片付く問題なのかなとも思っちゃいました。いずれにしても借金できたと政治家や国民が大喜びしているってことは、海外の評価とは裏腹に相当やばいということを国も国民も分かっているということなんでしょうね。そう考えると、この大絶賛って借金ができたことに対する絶賛ではなく、うまく海外の評価を騙せたことに対する絶賛なのかもしれませんね。ホン・ナムギ副首相は世界をも騙すことができる本当にすごい人なんだと。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。